はい、加賀光政です。今までに、メジャーの場合は中指ポジションと小指ポジションがあると、こうですね、こう見せるのが一番弦楽器的にはしっくりくるかもしれないですね。でマイナーの場合は人差し指と小指のポジションがあると、つまりルートですね。じゃあこれって普通にメジャースケールとマイナースケールの時にはどう作用しているかっていうのを一応やっとこうかなと。今回はメジャースケールです。はい、ドです。まあ皆さんよくご存知のドレミファソラシドが弾けるならほとんどの人はこの形、開放弦なしではこの形が定番だと思います。では小指がスタートだとドー、これ慣れないとここでラまできました。でこういう形です。下ってみるとこういう形ですね。で当然この2つのポジションは合体します。今小指なのでこれ下がっていくと中指ポジションに来ましたね。で小指ポジションに来ましたね。違う場所でもやってみましょう。どう、小指でどう、まあ、ここからいってみますか。こういう、小指でこうの方が見やすいかな。小指ポジションで中指ポジションということになります。で全体的にはそれをつなげていくわけですね。これ実は今中指ポジションだけのをオクターブでつないでいっただけです。まあ、まずは本当にただのドレミファソラシドならこれをる方が便利です。まあ予言ベースを想定してここから、3弦3フレット、ここからドスムーズなのはこうかな。こう移動するのがまあ一応ルールに沿ってる感じがしますね。まあ応用はいろいろありますが、まあ、基本的には中指ポジションと小指ポジション、この2つを、楽に使えるようになっておくと非常に便利です。もちろんストレッチを加えたものになるとこういうのもありますが、まあ、これは違ったちょっと難しさが出てくるので、まあ、ギターだったら結構いけるんですが、ベースだと、この楽器の構え方とかによってやりやすいやりにくいがもう明確に分かれてくるので、まあ、まずはこの中指ポジション小指ポジションを使えるようにする方が便利だと思います。というわけで、ぜひ試してみてください。加賀光政でした。